天然理心流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。起きたも消えた。残り4人にまで絞られた。東堂、源さん、土方の4人、3人じゃない。そしてその中の一人である新選組最強の男、沖田総司とついに真剣を交えることになる。いや強かったよ、いいよ。死闘の果て、そう、それにこういう風にボスを設定してるっていうところも、やっぱ新選組で10人いるっていう面白さ、まあ鈴木三三郎とあいつはパッと切られたけど、竹内が死んだ、飼育通りの切腹なのかってことは、伊蔵も死んでるんだろう。このはずです。喧嘩の花道、だんだん竜の世界に花山薫でも出てくるんですね。おおおお、バキ走っとる走っとる。どういうことだ。中岡はどこにいるんだ。もう知らないです。坂本、もう坂本って言うな。中岡、でっかい声で、でっかい声、お笑いなの。あれ斉藤さんじゃないの、三番隊ですよってね。斉藤さんだぞ。じゃあ、で俺が中しっかり読んでるっていうのもね。土佐の大殿の山内陽動公の裁きで切腹に死されたらしい。岡田伊蔵を使った強度の幕府、これ四国に俺たちアカデミアで公演に行った時にこう行ったよね。ここも竹内の切腹した場所、あの伊蔵夜酒飲み行った時、洗いざらい入っちまったらしい。自分が強度を起こした暗殺は全て竹内半平太の指示によるものだとな。うーん、どういう気だ。ここは史実通りなのか。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。いやー、兄弟だから。だ今土佐に行ったところで竹内と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹内のこの一件、俺は1年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え、長いこと江戸にいた割に陽動庫の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹内を狙い撃ちだ。どうやら陽動庫のそばに、まあそれはそそのかしたっていうか、後藤とか板垣はこう追い詰める側だったけど、おやすさんを殺した黒幕だと。まだ出てきてない。吉田東洋の一方を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。黒幕っぽいのは陽動なんだけど、その読みが当たってるとしたら次の標的はお前だ。案外そいつはいろいろ推理してる。俺を見てロバートがニヤニヤしてるね。うっかり言わないように。うっかり言わないでよ絶対に。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま今日で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは、なんだ、久々に土佐行けると思ったんだけどな。その前にまず頭を冷やすことだがな。くそ。坂本、土佐には俺が行く。おお。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか。気をつけろよ。どうも、脱藩してないっす。まあ、死で脱藩してるんだけどね。こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか。それを突き止めないことには、俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。中岡と東洋の関係ってこのゲームだとどうなんだっけ。土佐に裏切られ、最初の時の中心としてこの翻弄された男ってわけか。あ、そうだったっけ。ああ、なんであの殺害現場に。とにかくお前は今日にいろ。竹内が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。まあ、本当は竹内先生っていう今日は新選組を顔出さずぐらい中岡も竹内に心酔してたんだけどね。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。中岡がまあトップ屋だからな。トップ屋っていうか。また龍馬一人。すぐ酒溺れるんだろう。もう。そりゃ兄弟が死んだんだから。ただね、
うん、ちょっとムービー終わってから言おうか。ちょっとね、同じように作劇手法というか、はじめさん、俺もストーリーを作ってる側からすると、ちょっと俺に一つ意見がある、ちょっとロバートにこの段階で俺はそう推理していたっていうのを一回ちょっと証拠で、ロバートと視聴者の皆さんに、ここで作家坂本伊之助はストーリー作るとしたらこう作りますよっていうのをちょっとね、ちょっと飲みすぎちゃう、少し喋りたい。まず俺だったらここで抱く。大事な人やったんやね、その竹地さんって人。頑張るよね、しかも傷ついた男だから。なあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。うん、辛く当たってしまう。この場合落とせでもいい、俺がどう動くかですよ、うん、俺を裸は絶対どっかに入れてほしいな。引き止めろ。当てもなしに。くそ、何本飲んどるじゃん。それは飲みすぎだわ。梅干し、梅干し、梅干しの酔い違い。ただ先が伸びたい。で、復縁でもいいか。一番楽だったら。じゃあさっきのやつだけど、はい、俺が思うんだけど、ここまで第一章からずっと中野秀夫、竹地と龍馬の関係性が描いてて、そんだけ龍馬にとって、主人公にとって大事なキャラクターをこう伝聞で死なせるっていうのは作劇手法上あまりいい手ではないので、ね、ここで竹地は死んでない説を今考えておきます。あの、誤情報なのか、それとも何かの理由なのか、黒幕が嘘情報を放ったのかはわからないけれども、竹地は死んでないだろうな。死ぬシーンをやるんだったらちゃんとやる気がするのよ。で、竹地が死んでないんだとすると、その理由は何かっていうのを作り手の側から考えると、はい、細かい穴埋め、虫食いは埋まらないけれども、まあ多少今まで見てきたムービーとは矛盾しちゃうんだけれども、竹地が真の黒幕なのか敵なのかという、なぜなら竹地第一章が終わって3章ぐらいで袋貝で竹地と再会するときに、はい、決定的に龍馬と竹地がたもとを分かったんだよね。そうですね。そう、一般勤王のまま行くのか、それともおやすさん殺しというのを追わなくていいのかと。俺たち大義を追うのか、まずこのその前のステップをきれいに片付けてから行くのか。そうで、片付けるし、二人にとって親代わりなわけじゃない。 その吉田東洋の死を大義のためにお前は忘れられるのかっていう決定的な決別があそこにあったから、どうなることでしょう。そうだから、竹地が黒幕だとしたらなぜとか、いろんな疑問はあるんだけど、何のためにとか、あるいはムービーで竹地も切られたりしてたはずだから、自分の体を傷つけてまで何かを、その東洋を殺すのを、でなぜそれを龍馬に隠してるのかと。東洋を切りたいんだったら、なんか別に龍馬に関係なくただ切ればいいとも思っちゃう。あの、新選組を使った理由とか。そう、まあ新選組に近づいたのは龍馬のあれなのかもしれないけど、天然理心流は企画としてはいたわけ。ああ、そうだよね、それを仕込んだのも竹地ってことになっちゃうから。さっきポニーをの見ます。いらっしゃいませ。そっか、そして席へどうぞ。こいつとも絆深めたはず。こういうテーマパーク作ってほしいな。龍のテーマパーク、龍維新のテーマパーク。したらもう入り浸っちゃうよ俺。江戸村に一回これ作ってもらう。ああ、いいね。よう飲まれますね。謎の女。謎の女。エッチと。誰？急に隣に。いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したらお酒が泣きますえ。うまいよ。この子は座ってんのか。座ってます。今宵はもう少し、立ってるとしたらちょっとミジェットだからね。静かな場所で飲みたいんやないんですか。お、ちょっとあそこでやっぱお料を抱かなかったから。倉町にある
松の井という小さなお店どす。うちそこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。そうだよ、お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな、ただ飲みたいだけだ、ただ飲みたいだけなのに事件に巻き込まれていく。見透かした。そうなのよ、酒を飲めるならそれでいい。この町の松の井だったか。この前、このままここでも飲めますけどね。ほんま、いつも世話になってます。ここにいたら、急にまた謎の女が絡んでくるかもしれない。やべ、血を塞ぐな。向こう者が絡んでくるかもしれない。至ってるよ、今の。やべ、捨て頃だ。一瞬だよ。あ、どっかだって言ってる。あかん。これはあかんやつや。これはあかんやつや。管理してくれ。そこの新選組の方。酒を飲めるそれでいいんだ。決まった。どんちが。歩道またな。お、譜面が。松の井の前なのに。ジルリコみたいな飛び方しちゃう。譜面じゃなかったか。あ、ないな。よさげな店。お越しやす。お料理屋ぜんとしたコルビアです。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。誰なんだお前は。お、やってますね。ん？カツラ？お前はカツラ小五郎。どうも、お久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。じゃあ行く松か。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに。ああ、実はここ俺の店でして。俺の店。いいか。じゃあ、お前も。やっぱ生松だ。改めまして、生松と申します。今後ともご贔屓に。生松は本当着物座った女だからね。俺なりにあの時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合は何あなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。決別の後ですね。ずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。そうなんだよ。だから順序で言うと、しかもあの頃竹地さんは新選組に命を狙われた。後から龍馬は近づくために新選組に入るから近づけない。相当悩んだんでしょう。違うわけですね。そうなんだよ。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で金の葉を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。なるほど。ちょっと竹地決別したとはいえ、黒幕みたいな突拍子もない推理をしてしまったけど、まあ、死んではいないと思うけどね。死ぬシーンはしっかり描くと思うから。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。
さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のところに来ませんか。アツラはでもどう、何をしようとしてるのか。武市さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。強いやつを集めているとは言ってるけど、それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒に、まあ、やっぱりこの人も国を直しを考えているということだろうけど、この方向性と方法です。そう、まさに龍馬さん、悪いが今はそんな気分にはなれねえ。酒飲みに来たのにこの国の話をされた、うん、お酒ファーストです。龍馬さん、でっかい声でみんな捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。木の先で捨て鉢になって師匠や一時期辞めた桂が龍馬さん、お、あ、犬をいじめてるよ。もう絶対ボス、こんなところで何してんだこら、すごくないよ。4匹目飼えないんだけど。おいおい、志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち暗い幕府の犬め。あ、お、誰、おお、カツラと西郷が犬を助けるといえばね、やっぱ瀬戸殿です。そうかそうか、なんだてめえは。それにその髪の色そこ突っ込むか、だっては貴様異敵の子だな。おお、これ即死ですよ。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。生きがりよって、やっちまえ。龍馬もだよ。一撃か。やっぱラオウは強い。ラオウかサウザーか分かんない。そうね。うん、おお、よしよしよし。ツンと名付けるか。機嫌が悪いからって。まさか。やんない。セゴドはやりません。ぶつかる石を素手で受け止めて助けたんだから。お、どうした。でもね、犬好きはね、怒らないですよ。気に入った。かわいいよ、本当に。今日からお前は薩摩藩預かり。お前が預かれや。藩とかじゃなくて。この人が薩摩藩さん。どっか。ねえ、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は。西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした。にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんだ。寝技。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで、わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。うん、龍馬は風呂屋で素手でやれ。
マッパでリベンジしたいだけじゃん。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろよ。それじゃあお言葉に甘えて。うん、片手で両手で握ってる真剣を。薩長同盟。斉藤さん、何すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。犬が先だろ。犬が。今日はあんたがイラついとるんかい。そやけどあんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか、俺が相手だ。だったら殴り合いで蹴りつけるえ、まあ、斉藤さん、うん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてくれ。面白い。今はとことん暴れて気分なんだ。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、隙を取るわ。うろやん時の蹴りがついてへんしな。そう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 。あんたたちの流儀はついていけないんだけど。戦好きだからね、本質は。まあいいよ、やるからには徹底的にいきましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。シーツのカツラがこれくらい妖精な要因で言うところの要ならいいんだけど、実際はね、鬱になっちゃったりして休憩室の人だから。テロトニンがね。よっしゃ、一本。やばい、しましたね。本当サバルジだよ。最後はまだ、例えばこのゲームの中でどういうお直ししたいのか、何を目的なのか見えないけど、カツラはなんで腕の立つやつを集めてんだろう。ジャンプ。お前ら今日は飲むぞ。は？殴り合った後は仲直りですよ。俺が勝ったんだ、付き合ってもらおうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい、喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。薩長同盟ですよ。薩長同盟だね、まさに。お前飲むぞ、ついどうしようかじゃないんだよ。遅くなる飲み屋に行くまあ、松の井じゃなくていいのか。居酒屋を巡る。どうなの、クランナー、ワタミ。ワタミか。居酒屋といえばワタミっすか。この笑っちゃうね、ワタミとかドンキとか、カマトラとか。お前ら、富士そばとか。この店で飲むぞ。うちだ。ここか。あれ、寿司三昧俺まだ見てないかな。どこなんすか。それじゃあ、さっさと飲んで、早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。お魚かお野菜を求める別のあの奥さんいたね。パトナハンターが違う。近く店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ。いい友達がいてよかったね。それ本気で言ってるのかな。いいやないか。さっきの喧嘩の借りここで返させてもらうと。シーツの最後はね、下戸説あるけど ね付き合いますよ。龍馬も弱い説もあったから、ね、うん、ただ龍馬はねやっぱりどうも強かったみたいな。土佐人だから。あかん、もう無理。狭いよちょっとこの席。どんだけざるやん。なんか頭がクラクラしてきた。この店の酒全部飲み干してしもうたね。
昼もくじゃあ酒場でなくなったこと閉めましょうかね。おすみません、細かいっすお勘定。パンダを金で飲みまくって、おごってもらってすまない。どういうことだよお前。いいんですよ、これくらい安いもんです。お前が飲むぞっつったんだろ。ここでおとなしく帰ったるけど、次会うた時は覚悟しとけ。得がたい友達ですよ、こういうの。それはお互い様ってことだ。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。え、何やて、もう一軒行くぞ。横暴だよ、ほんと絡みだけどな。気を見ないやらじゃないか、そういうことだよ。あー、ごめん、抜けちゃった、ごめんなさい。まだ飲み取らんの。いいとこで。お前らこの店で飲むぞ。もうどこでもええわ。はよこの男酔いつぶさして終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの目も丸つぶれや。一応トップとされてるものもあるんだよね。薩摩のトップとされてるもの、全員薩摩を目の敵にしてるんだね。ごちゃごちゃうるせえぞ。微妙に違ってんの。西郷は龍馬のこと言って、桂は西郷のこと言ったんだよね今。でもこのガキって言ってるの多分あの青二歳って言ってる。おい酒だ。あ、桂のこと言ったの。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろう俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでも、お、そういう考えだったの。まだ長州だのというつもりか。まさに薩長同盟なの。当たり前でしょう。斉藤さん、あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょう。まあね。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとる。ひどい。やった側はね、いじめられた側の気持ちは分からないですよ。まだ分からねえのか。お、そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。おせんちだから正義のこと言える。細かいことか。それを言うならあんただって結構細かいことにこだわってると思うけど。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。うん、あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。で、俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかった。忘れりゃいいことではないだろう。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか言っちゃっていいのかな。そっか、最後まだ知らないの。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。聞きに来たじゃんお前のところ。坂本龍馬、斎藤として言ってます。そうだけど、ね、いや会ってないって嘘ついたんだ。だから最後はここでこれが偽物って気づくのか。まあ偽物というか龍馬を名乗る奴が2人いると。そう、うん、ねえあんた、おい寝た。ほら、人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句、なんかいい友情物語だな。勝手に寝よった。今こっからま大事な坂本龍馬か。ほんと勝手な人だね。もうダメ寝とる。西郷が会った龍馬について聞けチャンスだったのに。ここは寺だよか。え、俺
この花柄はお涼ですよ。うん。かいらしいですね。お涼。うん。やっと起きた。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。まあ、あれ、あいつらが運んでくれたんじゃない？飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。もうそこは黙って抱いてやれ。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだ、あいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった、うん、あれが最後になるなんて思っても見なかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。お、はじめさん。悪い。少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。うん、はじめさん、お酒くさいよ。俺はプンプン匂うでしょ、あんだけ飲んでりゃ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、うん、俺はどうやってここに、うん、店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたね。喧嘩の西郷と桂が。飲み友達。すごい。桂と西郷が。散々言ってたね。ちょっと脳の損傷を疑うよ。こいつに酒飲ますなって言われてもった。でもな、その後こうも言うてた。細かいことは全部水に流してやるって。いい友情ストーリーよね。この社長どうも二人ともすっきりした顔してたえ、ね、解釈がちょっと角度が違うけど、その薩長同盟における龍馬の、まあ、創作上のだけどかもしれないけれども、その立ち位置っていうのは根本はこうだからね。間の取り持ち方をこのちょっと男の友情物語とジャンプ系ヤンキー漫画系にしてるけど、でしかもここでお涼との関係を深めるっていうのが、うん、ストーリーラインとしてすごく綺麗だ。すごくいいよね。気づいた男が気づいた時に一番そばにいて心配してくれる女の人って、まあ男の理想の形でもあるし、であとフィクションってその龍馬が薩長同盟に仲介したことは全くの史実で、うん、で龍馬がそう言ったかどうかの記録は残ってないけど、ゲームの中でそのどんだけ薩長がいがみ合って人が死んで、そこにどんないいことがあったんだというようなことを龍馬も考えてたと思うし、最後桂に実際言ってた可能性もある。シェイクハンドぜよ、日本の夜明けぜよとは言ってないとしても。はじめさん、もうちょっと。そう、お龍なんだ、朝から想像しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。
死んで、ここから消えてしまいそうだったんですからね。ね、寒いだろう。風邪ひくなよ。晩飯と風呂帰ってくるからなと。うん、行ってらっしゃい。怖いんだけど、こういうの。ん？何してんの、俺よ。まさきです。あれ、山崎？活大体山崎です。そうだった。ちょっと髪まで見てなかった。これ山崎です。おー。俺が新選組と通じてる？新選組嫌いだったはずですよね。